3210ゼロから打ち出しますのクリフォードです。この度ゼロ打ちの企画で個人 Vlog を撮ることになりました。で今回、僕がお送りする Vlog は1日旅行をお届けしたいなと思います。 X にてね、休校で、47都道府県のどれか一つ名前を書いてくれというポストをしたところ、なんと60名ぐらいの方からリプをいただきました。今からルーレットを回してその当たった県に行っていきたいと思います。3、2、1スタート。始めました。さあどこに当たる。ドン。お、岡山県。岡山県ってことは桃太郎で有名な都道府県のイメージなんですけど、見たことないのでめちゃめちゃワクワクします。というわけで第2弾が岡山旅行ってきます。はい、おはようございます。栗原です。新横浜駅まで行ってから、新幹線に乗り継いで岡山へと向かっていきます。レッツゴー、楽しみだ。イエーイはい、新横浜到着しました。そして新幹線のチケットを手に入れて新幹線に乗って岡山へ向かいます。行ってきます。はい、というわけで岡山駅に到着しました。いえ、後楽園、岡山後楽園か岡山城、ここがなんかパッと見良さそうだなっていう感じがしたので、早速ちょっとそちらに向かってみたいかなと思います。あとご飯なんですけど、デミカツ丼なるものが名物っぽいので、それも食えたらいいなと思います。さあ、初の岡山旅楽しんでいきます。レッツゴー。ほーらくん行ってみましょう。歴史はさっぱりわからないけど、まあ植物を見て楽しんでいきましょうって感じですね。え、待って、いやまさかね、こんな動物がまさかいるとは。タンチョウだそうです。なかなかいきます。オーマイゴーシュ、鯉がいっぱいいます。すごい、やばばばうわー、すごい。そして歩道からの景色がどう？めっちゃ綺麗すごい、大体を一望できる場所ですね、ここは。さあ、岡山ジビールのマスカットピルス買ってみました。夜まで時間があるんで一本だけ飲ませてください。ソテマスカットの風味っていうか味が鼻を抜けて、でホップの味わいと同時に感じて飲みやすい、いいビールですよ。ゆっくり飲んでいこうと思います。もうちょっとお店かな、後楽園内にあったお土産屋さん覗いて
良さげなものあったら買ってみたいなって思います。このお店で物色してみたいと思います。お土産屋さんでいろいろと買ってきました。まずはこちら、きびだんご。岡山といえば桃太郎、桃太郎といえばきびだんごということで、やっぱ買っておきたいなっていうところでこちら買いました。メンバーみんなと一緒に食べたいと思います。でもう一個はこちら、よろ、ミニミラー。柄がねすごくちょうどいいのと、あと色がね青、もうこれがいいポイント。旅の思い出に1個買ってみました。さあというわけで後楽園を今出ました。本当にね景色がめちゃめちゃ綺麗で、東京と違って高い建物がもう周りになくて、時代が戻ったかのようにすごい自然が広がってて、すさんだ心が現れるいい場所でした。というわけで後楽園を後にして、まあ、次はねさっき岡山城行けたらいいなってちょっとルート探ってみたいと思います。ここが岡山城、すごいかっこいい、すごい城ですよ皆さん。これはすごいですよ皆さん。岡山城の天守閣がこちら。早速入っていきます。こちらのお店です。ありがとうございます。デミカツ丼です。もうテールからガラから元から取ってますから、匂ってください。わかりました、いただきます。デミグラスソースの味がこうちゃんと染みてて、文句をつけることがないです。うますぎる。あとはゆっくり食べていきたいと思います。はい、ということで完食になりました。お疲れ様です。めっちゃうまかった、とっても美味しいデミカツ丼を食べさせていただきました。食後なんでね、甘いもの食べたいっすよね、どうせなら。ホットケーキ一つとブレンドコーヒーを一つ。はい、というわけで、岡山駅に戻ってきました。まあよかった、本当によかった。一人旅、初一人旅にしては本当に心置きなく満足できる旅ができたかなと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。クリフォードの一人旅、お付き合いいただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 3,2,1,0 ゼロから打ち始めますのはクリフォードでした。またね、バイバイ。